はい、大楽の窓です。今回の話題、全世界に報じられたジャニーズ性死害問題、タイネットもドン引きの反応ということで、先立だっての記者会見が大きく取り沙汰されておりますけれども、ジャニーズ問題ですね、実は私が住んでおります、今住んでおります、こちらタイでも、 大きくメディアが報じております。今回はこの問題をタイ人の声とともに突っ込んでまいりたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げます。また同時に X、中名、Twitter ですね。こちらも平ら落やっております。言い代放題をやっておりますので合わせてフォローいただければと。 思いますとということでまずはこれまでのですねジャニーズ問題これまで報道されている状況を振り返りたいと思いますけれどもジャニーズ事務所が9月の7日に記者会見を行ったということでここでなんとですねジャニーズ北川氏の性加害を認めたということにねついになりましたよね。自社の未成年タレントに対して悪質な行為が 状態化してて行われていたとということでありますただ、もうこれ本人がすでにねこの世にいないという状況の中で今、こうして騒ぎ出したというね非常に奇妙な話でもありますけれどもねこの話は芸能界全般どころか本来ですね私たち一般人のようなものでさえ知っているよというところであります多かれ少なかれみんな知っている話だと思います。 ただ、ですね今回このように会社が会社のねトップが出てきてそしてね記者会見をするこんなな異常なある意味異常な事態は 見たことはありませんよね結局言葉は悪いですけれども今までずっとね当事者も業界全体もマスコミも含めてみんな容認黙認して黙っていたということだと思いますまあそういうことがですね我々一般人の感覚としては見て取れるということで良いのではないかと思いますけれども例えば1999年にもいったこの問題 日本のマスコミが取り上げたということはあったという話でありますただ結局はですねその後もシらっとしてですねすっとぼけたと結局ねじ伏せたんでしょうね抑え込んだんでしょうね全て封じ込めて今に至っていたという状況だと思います日本のマスコミとしてはですねただねここに来て張本人のジャニー北川氏がもうこの世にいないよということがまず一つそれから ここで海外メディアも大きく騒ぎ出したということでもういいだろうということで一気に日本のマスコミ本来ね何でも騒げばお金になりますからね彼らも騒ぎ出したということではないかと思いますそしてマスコミのみならずですね今回企業も同様に動き出したということでこれまでジャニーズタレントを広告などに起用してきた各企業が今後はね契約を公開しないよと。 あるるいはもう打ち切るよと例えば、こんな会社名がですねネット上でもですね報道記事として挙げられております東京海上日動火災保険それから日本航空、そして朝日これはですね三ツ矢サイダー、ビールそしてミンティアっていうのがあるんですかなんかそういう飲み物ですか食べ物ですか。 こういうものがあるとこういういことに広告として使っていたジャニーズタレントはもう今後、起用しないよということですよねそれからキリンですか午後の紅茶キリンビールホームタップこういう商品で使っていたものも今後は、ね、やめるよということですよねそれからマクドナルド、カオサントリー、日産などなどもやめるよということだそうです。そして反対にですねモスバーガーガ こちらはですね、継続すると、あえて継続するということが記事として報じられておりました。まあね、なんて言うんでしょうかね、これ役張りなんでしょうかね。あれは別に構わないと、何もね、ここでやめることはないんだと普通に考えているんでしょうか。その辺はよくわかりませんけれども。 まあただ、このやめると証明しているその各企業ですよね中には別の意味でいろいろとね取り沙汰されたことがあったそんな会社もありますよね反日的でなんじゃないかとかですねいろいろね問題視された世間で騒がれたそんな企業もあるとは思いますけれどもいずれにせよこれだけではなくて今後もまだまだ。 出てくるでしょうねこれだけではないと思いますからね今までジャニーズを起用していた企業というのはですね広告にですからあるとすればですね、まあ、今後もやめたとこのようにね証明してくるという企業は出てくるのではないかと思いますしかしながら呆きれるのはジャニーズファンであります一部かもしれませんけれども今回騒ぎ出したという話があるようです。 自分らがこれね気に入らないからと不買運動を始めるそういう作業を起こし始めたということでありますけれどもこれ不買運動というのは先ほどのような企業に対してですよね要は自分たちがお気に入りのタレントをですね今後は企業が使わないと言い出したらそんな企業は許せんということでありますけれども。 こんなことではまるでやることが半島と変わらないと私はね思ってしまいますけれどもね、道理ではなくこれ自分たちの感情のままに気に入らないから騒ぐそして不買だと叫ぶということであります。めちゃくちゃだと思います。自分たちのアイドルが白い目に合わされて許せないとこういうことでジャニーズに対して憤りの声を上げるんだろうわかるんですけれども なんでそんなしどいことをしている企業に対してですねそういう企業をもう今後はね使わないんだと言い出した各、ね、スポンサー企業ですよねそういうと企業に対してなんで怒り出すんでしょうかねよく分かりませんよね、これね自分たちがわめいているその意味を分かっているんでしょうかね結果的に巡り巡ってですねこれタレントを苦しめることにね今後もなると。 いうことですけれども一旦スポンサーを降りると言い出した企業だって別にタレントそのものをね市販しているとか悪いと言っているわけではありませんそういう企業にはもうそういう企業とはやりたくないそういう企業にお金を落としたくないとこういうことをね言い出したわけでありますからね常識から言って不買をされても仕方のないような話でありますけれどもなぜ今回ねこのジャニーズファンは半島と変わらないような騒ぎを起こし始めたんでしょうかね。 向こうは向こうはというのは半島の方は本来、ですね例えば日本製品奪い運動なんていうのものをずっとやっておりましたけれども結局は彼ら辛抱我慢しきれずにやめたと今は、ね、もうほとんどほっぽり投げているような状況ですよね。今回の件であっても例えばジャニーズファンが発狂したところでいくらわめいたところでですね 正直、これ何の威力もないと影響力もないと思いますからね長続きはしないんじゃないかなと思うわけでありますけれどもというよりもそういう騒ぎを起こすことによって逆にですね世間の人たちは そういういねジャニーズファンが攻撃を仕掛けている企業に対してそれはないだろうとかわいそうだろうと逆に応援したくなるこういうことになってくるんじゃないでしょうかね逆効果ですよとジャニーズファンよくよく考えた方がよろしいんじゃないでしょうかと頭を使ってと私は思うわけでありますけれども、まあ、こういうことばっかり言ってるとねまた怒られるんでしょうか、ね、よくわかりませんけどただ、私は本当にそのように思います会見にもも出ておりましたけれども東山のりゆきさんです。 あの人がなんか社長になるんですかそういうことで結局はあの人のファンファンのおばちゃんたちがジャニーズをねジャニーズという会社を今後も応援していくんだということでそういう企業とね縁を切るなんていう会社は許せんとこういう騒ぎを起こしているんでしょうかねなんかそんな気もしないでもないんですけれどもみっともないからおやめなさいと私はねどうしてもこのようにね思ってしまいます。 こんな中で芸能界の方からはですねその筋その筋の人からも、ね、いろいろと声が上がっているそんなこともね、報じられております。例えばこちらの人ですよね、田野慎吾さん。この人ですねね、なんか一時ちょっっと、ね、いろいろと問題があって テレビに出なくなっちゃったというのを私はねこちらにずっとおりますから本当に日本にいる状況は全く分かりませんけれども最近はどうなんでしょうかね結構テレビなんか出てるんですかよく分かりませんけどもとも私日本にいてもあんまりテレビは見ませんけれどもねこのタルシンゴさんがこんなことをねツイッター旧ツイッターでしてね今の X で言ったということです僕がジャニーさんの生前にジャニーズに所属していればすべて丸く収まったのに。 他のジュニアに見向きもさせない自信ありますということでねまあそのこの言っている意味は当然私もわかるわけでありますが彼一流のジョークなのかもしれませんけれども正直ですねちょっとね今この時期にあえてこういうギャグですかジョークですかちょっときついなと私は思いますけれどもね それからもう一方ミ方三ケ健一さんこの方もねこんなことを言っているということでずっと知ってましたよどっぷりでしたから過去に共演したジャニーズタレントに。 性加害を聞いても言わなかったししっかり口をつぐんで笑ってごまかしてとこういうことをね言っていたということが報じられておりますけれども本当にゾッとする話ですよねこういう話を聞くとやっぱりまあ当然まあそうなんだろうなとは思いますけれどもやっぱり改めて聞くとゾッとするとこんな世界にですね自分の息子だろうと娘だろうととてもじゃないけど私個人としてはですね 入れられないと思いますけれどもね、皆さんはどうでしょうかね、それから、サハメディア、論客も余計なことを言い出したということで、例の TBS のサンデーモーニング、ここにね出演していた青木おさんがこんなことを言い出したということで、報じられております。はい 得体の知れない触れてはいけない空気みたいなものに我々メディアも完全に飲まれてたんじゃないですか、ししゃぶっててるんんででょょううかね飲まれてたんじゃないでしょう自分たちがそういう空気を作ってきたんだろうということですけれども。 そして、この青木さん自身もですねメディアそのものだろうと思うわけでありますよねお前ら自身がやってきた忖度だろうという話ですジャニーズのそうした性加害の話は集中の事実であるにもかかわらず例えば、じゃあこの サンデーモーニングでも今でかつて一度たりともですね性被害の問題についてですね取り上げて市販をしたことがあるのかということですよね利害のためにしれーっとしてきただけだろうと思うわけでありますけれども何を今更したことみたいにですね自分だって一切切り込みさえしなかったくせにと思うわけでありますけれどもねこの人ジャーナリストだったと思いますけれどもね青木さんという人はですねそれからまだ言いますこんなこと。かつての一強政権下で いろんなキャスターの方が辞めたとそういうのもそういう忖度とか萎縮とかみたいなものと無縁ではなかったんじゃないでしょうかっていう問題もあると思う何を言っちゃったんでしょうかこれな何の話でしょうかねかつての一強政権下ってこれやっぱり安倍政権のことを言いたいんでしょうかねこのどさくさに紛れてやっぱり安倍政権はいまだにこそれこそ亡くなった後に。 でおいてもですねジャニーさんとおいしそうですよね、ジャニーさんももう亡くなった安倍さんも亡くなったという状況の中で両方市販したいと一石二鳥だとやりたいんでしょうか無縁ではなかったかって何を言ってるんでしょうかね、無縁ですよと私はね思いますけれども全然関係ない話ですけれどもね、それからまだいますね、芸能界じゃなくて政治に対してもあ,あるいは、 ありとあらゆる権力とか権威に対して我々きちんとファイティングポーズとってますかっていうところが問われる何を余計の分かかんんないことを言っっちゃってるんでしょうかねファイティングポーズどころかあんたら常日頃からでったらめだろうと思うわけでありますけれどもね自分たちの主張を通すためには記者会見でもルール無用ルール無視で。 しゃべり続けたりわめいたり取材質問ではなくて本当にささか左翼丸出しの主義主張をずっと延々と、ね、わめき散らしたりするわけですよねまあ白いもんでありますけれどもその辺についてはどういうふうにこの人はね思っているんでしょうかねファイティングポーズどころじゃありませんよね本当に暴れ回っているという状況だと思いますけれども。 まあ日本のマスコミはね相変わらずですよね、ただこちら、私が今住んでおりますこちら、タイでもこの問題は、この事件は大きく各メディアが、大手メディアが報じました。 まあ、ジャニーズタレントのファンというのもです、ね、タイにも一定数おります、まあ、かつてはもっと、ね、たくさんおりましたけれどもだいぶ、ね、数は減,り減ったとは思いますけれども今でも一定数はおりますそしてタイにもジャニーズのタレントは未だに、ね、売り込みに来ているといろんなイベントなんかにも参加したりですね、まあ、コンサートまでああまり聞,聞きませんけれども。 なんかいろんなイベントに出演していたりということはよく聞きますそんな中でタイのローカルメディアもそうでありますけれども BBC のタイ語版なんかも報じておりましたそのね一部をちょっと要約してお伝えしますと児童性虐待の疑惑が裁判でもすでに立証されたということがねまずは伝えておりますけれどもしかしながらジャニー北川氏が 国宝の地位を失うことにはならないそれぐらいですね日本ではもう本当に芸能の中でも 国防級だとみたいなねそういう表現をしているわけでありますけれどもそれからレ,レーベル内で最も多くナンバーワングループを輩出したのもこのジャニー喜多川さんだということで伝えておりますそれから2019年の葬儀の際ジャニー喜多川さんの葬儀ですよねその時には国民的な行事だったというふうに表現しておりましてその時に。 安倍元首相も追悼のメッセージを送ったとこういうことがね伝えられております。ということでこんなね報道もされている中で最後にこうした報道に対するネットの大臣の声をご紹介したいいと思いますまずはですねこれは記者会見直後でありますけれども藤島ジュリー氏が 記者会見で発表しましまたと何を発表したかというとジャニー前社長の性加害を認めて正式に 誤ったということがね報じられたということで、まあ、この報道を見たタイ人の反応でありますけれどもまずはねこんな声、おばさん頭を下げて謝るだけではなく被害者全員に償いと救済をするべきですということでね私もあの会見はですねある程度ねネット上で見ました今回ねこの配信をするにあたってもですね事前に一応見ましたけれどもどうもですね自分の立場をねこの コメントの人も言うとおりあのおばさんですよね、本当に分かってるのかなというそんな印象は受けますよね、どうしてもね、確かにやった人はジャニー氏であって、まあ、それはねもうすでに個人となっているわけでありますけれどもおそらくこのおばさんもタレントに対してかつては余計なことを言わないでよとなってねそんな風に圧力をかけたそういうこともあったんじゃないでしょうかね、抑え込んだということがあったんではないかと私は勝手に想像するところでありますけれどもどうなんでしょうかね。 それかららはいこちら知っていながら目をつぶっていたのですね責任は重いです、被害者の精神状態はまさに悪夢だったに違いありませんということでなんか他の報道ではですね今後所属タレントの報酬は事務所がね一切受け取らないでじゃんじゃん仕事だけはさせますよとこういうことを、ね、豪語しているという話もあるわけでありますけれども本当なんでしょうかねそれね。 ただそういういい問題じゃないですよねこれまでのタレントに本当にね賠償する償う気があるのであるならば賠償そういうね何て言うんでしょうねいい加減なことで100%みんなね収益は全部タレントに直接振り込みますからみたいなそういういい加減なごまかしはやめてほしいんですけれどもねそこで働いているそのタレントのみならず。 働いている従業員さんのことだってあるわけですね会社が本当に倒れたらまた困るということでね本来、ジャニーズではなくて社名を変えて出直せという話もあるわけでありますけれどもとにかくねそういう状況の中でごまかしは言うなというのが私の意見でありますが皆さんは、この辺どうでしょうかそれからああ私が昔大好きだったあのアイドルは大丈夫かしらということでね。 まあそう思いますよね、特にまあ10年、20年前ぐらいなんかもう本当に盛況だったはずですからね、ジャニーズタレントなんていうのはタイでも、誰か、まあ、この人がね言ってるのは誰のことか分かりませんけども、おそらく大丈夫じゃないと思いますよね、残念ながらね、ほとんどがそうだと言われておりますからね、手当たり次第というよりも、デビューする前は全員ね、そういう目に遭わされていたというね、そんな噂も聞きますからね。 ですからなんて言うでしょうね変な気持ちの悪い儀式のようなものだと私はね思うわけでありますけれどもそれからどのアイドルが死骸を受けたかなんて想像したくないですということでねまあ、この人もファンだったんでしょうね、まあ、想像したくないか分かりますよね本当にゾッとするということだと思いますはいそれからかつて J-POP のトレンドが我が国を席巻していた時代このニュースを報じたタイの J-POP 雑誌がありましたが その後、レーベルの社長からタレントに関するいかなるニュースも掲載することを禁じられたという話がありました、まあ、レーベルというのはこ,れこちらタイでの話だと思いますけれどもねおそらく日本から圧力がかかったんでしょうね当時のジャニーズのコンサートは熱狂的なファンで埋め尽くされていましたということでね、まあ、そんな状況は本当に確かにあったと思います。 まあらしいといえばらしいねエピソードだと思いますけれども日本国内のみならずタイでも口封じで圧力をかけていたということですよね。はいそれからジュリーのおばさんは辞任したらしいけど株はまだ持っているそうですねということでねこの辺についても結構日本でも突っ込まれていましたよね。 結局社長業としてはやめるけれども、王冠主である,あるのは間違いないとずっとやり続けるということで、何の意味もないですよね、それじゃね、単なる、今回の東山さんですか、あの人が社長になるということらしいですけれども、それ、単なる雇われですからね、結局、言葉は悪いですけれども、実験も何にもないということで、結局、実験はこのジュ,ジュリーさんですか、この人がやるわけですからね。はいそれから 残された人たちが罪を償い問題に対処しなければならず加害者本人はすでに亡くなっているしかしそもそも事務所が見て見ぬふりをし芸能界の力関係で報道を封じて何十年も放置していたことはあまりにも不快で聞くに耐え難いですと。 こういういねコメントでありますけど本当想像もしたくありませんよねそのなんのおぞましいと私も、ね、言葉が出なくなってくるぐらいでありますけれどもそれから、どのアイドルが被害にあったのかと想像すると気の毒ですまたねこういうい先ほどと同じようなコメントですけども私もあの頃はほとんどのグループを追いかけていましたということで正直、私はねよく分かりませんけれども。 確かにタイでも j p o p の人気と同時にジャニーズのアイドルの人気もあったと思いますからねただ最近でも私ねタイのニュースもいろいろ見るわけでありますけれども、うん、ローカルの記事もそうですし日本語版のね日本人がやってるそういうねタイのニュースも見ますけれども 近頃ででで。はスノーーというグループがあるんですかジャニーズでその人たちがタイに来ていろいろとねプロモーションをやっていったよという話は聞きましたはい、それからもう1つすでにデビューで世に出ている人たちはみんな死害を受けたのではないでしょうかでも彼らが公の立場に立って口を開くことはないでしょうその代わりすでに事務所を去った人たちがこのような話を。 暴露していいいるのだととと思いますということで確かに、ジャニーズだったかつてですねジャニーズだったフォーリーブスの北浩二さんという人がその死骸を、ね、訴えるそんな動画をネット上に上げていたそれはね私、何年前だったかなかなり前に見たことがあってあれはねさすがに私も衝撃を受けましたけれどもとはいえ、ですねこれでジャニーズが完全に今後、ですね押しやられてしまうと。 いうことになれば日本の芸能界にはまた半島の K-POP タレントがますます溢れかえるそんな現象も起きてくるのではないかと思いますそれはそれでまた考えただけで嫌な話ですよねこれまで力関係でジャニーズには頭が上がらなかったメディアマスコミもですね本当はお韓国様 K-POP 様と これが本音だったのではないかとさえ今ね思うわけであります、ここっとばかりにやっぱりねジャニーズを叩くわけですからねそういう相手の弱いところを見計らっては叩きに来るというのはですね の行為に及ぶですねそういうのはお得意中のお得意のあちらのスタイルではないかと思いますけれども先ほど日本のメディアの論調に対して関係のない政治の話をするなと私自身が言っておきながらやっぱりねここでは逆に私は言います。 なぜかというとそのまんまですからね私がこれから話すことはその象徴ともいうべき例がごろごろありますけれども例えば、その一番の話ですよね竹島を不法占拠したときなどはまさにまさに日本が弱っていうそういうところにつけ込んで一気にですね戦,戦後のですね混乱期日本が軍備さえ持てないそんな時期にですね 仕掛けてきたそういう話ですからね、あれからもうかれこれ70年になろうとしておりますけれども、いまだにですね彼らのやり方というのは変わらないということで、今回もジャニーズが弱っている時期を見計らって、彼らは本当に日本のマスコミ、メディアがですねおいでしなくても、ですね彼ら自身が一気に乗り込んでくるのではないかと。 思いますよね先ほどタイ人のコメントでも関連する部分がありましたけれども年金の入ったタレント彼らについては確かにね本人らも被害者であることは間違いないと多分ね、ね私は想像するところでありますけれどもしかしながらでもお前らだってずっとね黙っていただろうというのもね正直ありますだからどうだと責めるつもりもないんですけれどもそういうね事実はあると思います。 ですから今になってですね彼らを丸々被害者とはなかなか言いづらい部分もあるのではないかなと微妙だなと思うわけでありますけれども仕事として、その相応の報酬もね、名声も経てきたということですからねそういう道を選んで結果として今に至るという部分もあるのではないかと思いますしかしながら一方、ですね今現在の若い人たちですよね若いタレントさんたちは 過去もへったくりも名誉もですね地位も築いたわけではないですからねそんな気持ちの悪い事務所はたとえ加害者本人がもうこの世にいないとしてもですね嫌だったらさっさと辞めて移籍すればいいんじゃないでしょうかね。よく芸能界では事務所を移ると何年間かは干されてしまうとこういう話も聞きますけれども今回に限ってはもう事情が事情ですからねそういうことにはならないのではないかなと。 世間がそういうことをしたら許さないと思いますから逆にいいチャンスではないかと思いますまあもう一度言いますけども私は親の立場で見たらねやっぱりそもそもね事務所移るも何もそんな以前にですね親の立場からしたら子供はそんなところに入れてはいけないと。 思うわけでありますけれどもこれが今回の私の感想ですが皆様はどのようにお感じになられましたでしょうかということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた今回も皆様のコメント楽しみにお待ちしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ